前回放送した走り高跳び義足の鈴木徹選手を支える義肢装具士臼井文夫さん。全部いいってわけじゃない。そうですね。ハイジャンプに向いたものっていうか。35年にわたり3000人以上の切断障害者の義足製作に携わってきたスポーツ義足の第一人者。多くのパラリンピアンも所属する陸上クラブを立ち上げ、障害者スポーツの発展に貢献しています。東京パラリンピックでメダル獲得を目指す鈴木選手とは20年以上共に歩んできました。日本人でこういうスポーツ用で出た人いなかったんですよ。シドニーの鈴木君が第1号で、初体験というか、そうですね。過去に例のないスポーツ義足の製作、それは試行錯誤の繰り返しでした。やっぱこう2メートルっていうところがすごく大事 で、それを飛んでる選手がアメリカの選手しかいなくて、義足を見るとこういう生活用の義足で飛んでいたんですけど、その選手の影響を受け、アテネパラリンピックには競技用ではなく生活用の義足で出場。その後、競技用の義足に改良を重ね、鈴木選手は世界で2人目となる2メートルジャンプにも成功しました。しかし、これまでパラリンピック5大会連続で入賞を果たすものの、メダル獲得はならず、6度目となる2人の挑戦は。東京でね、飛んで、メダルをね、取れたら、本人ばっかりじゃなくて、家族も、周りもすごく、喜んじゃう。20年間ね、そうですね、目指してきて、2年飛ぶってことをね、こだわってやっていければ、メダルもついていくんじゃないかなと思いますので、最後まで義足の挑戦もね、一緒にやっていきたいと思ってます。